反日とは、日本の一部、または総体に対して、反対、反発感情、価値観を持って行われている教育、でも、活動、外交、それを行っている人物、組織、国家に対して使われる言葉。対義語は新日、2012年の中国における、反日活動で襲撃された日本領事館。 中香港日本領事館前で焼かれる日本国旗中韓国日本大使館前に設置された慰安婦像、反日主義及び反日感情も参照大韓民国、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国の三カ国の反日が日本が統治下に置いた地域のある他の国より圧倒的に強い背景には中国には中華思想、朝鮮半島には小中華思想があるからと、 分析されている。さらに、小中華思想によって、中国による反中を招くような事情への朝鮮半島諸国の消極的態度と日本への積極的かつ過激な対応の違い、中国を維付して強く出られない傾向は、複数のメディアや専門家からも指摘されている。岡本隆京都府立大学准教授は、中国の反日については、中華思想に基づいて、 かつて調校していた琉球は尖閣諸島を含めて自国の属国であるという領土認識、異なる民族のいる13億の人民を団結させるために中国共産党政権が反日を軸にして愛国心、自尊心を植え付けたことが背景にあると述べている。韓国や北朝鮮の朝鮮民族は漢字で正一文字が占めるが統一しらぎ語は 複数文字性の人々は生き延びるために中国式の名前に変えさせられるなど歴史的に朝鮮民族に最も屈辱を与えられてきた。しかし中国に対しては必要に謝罪要求や憎悪の感情をしたりしない。伊沢元彦によると朝鮮半島の反日の根底と中国に対する姿勢とは大きく異なる背景は時代主義と小中華思想にあるとし、 自らを中国に次ぐ文明国である小中華、日本などを遺敵としたと認識していたのに、上に立った日本に対してのみ、謝罪要求や千年の憎悪を抱いていると解説している。外交官で元在来官民国日本国大使館の特命全権大使だった武藤正都氏は自国民が最も殺傷された朝鮮戦争や中国大陸に属国にされてきた歴史があるのに、 中国が韓国人が好まない言動をした際の反発が韓国政府の一度の弱い抗議や世論もインターネットでの一時的な反発など限定的で卑屈とも取れる現実での静かさなのに対して日本関連が全く同じ言動を行った場合には大規模なデモや韓国政府の強行発言などが起きるのを無党は外交官時代から経験してきたと述べているそのため 武藤は韓国の左派が反日デモを好んで行うことを考慮しても中国には韓国人が強い態度を取れないのは韓国の右派も含めた国民的な募るか思想や中国が自国の上の存在との認識が韓国人内部に無意識にあり逆に同思想において日本は格下であるからとしている特に暴行を受けた記者は眼球が飛び出し 鼻の骨とが安価が骨折した上に味覚と嗅覚の90%も失われた韓国人同行記者らへの臨時事件での中国への韓国世論について韓国政府や世論の進中傾向について指摘されている。韓国人記者集団臨時事件後の韓国世論は韓国人記者暴行への怒りや同情よりもクズ記者が殴られるようなことをしたスッキリする記者らに 損害賠償を請求しろなどと記者の個人情報を暴くなど中国側用語言論が占めた。中国政府参加の環球時報も同情世論が起きていないことを調笑して報じた。臨時事件への韓国国民の反応についてワシントンのシンクタンクの韓国専門家も仮にアメリカで同じ事件が起きたならばおそらく反米デモが起きたことだろう。韓国は同盟国である米国よりも中国に 寛大だと皮肉っている。アメリカ政府や専門家は中国との三不一言や事件への対応の差など韓国の親中傾向を批判し2017年12月にアメリカ政府の元関係者は朝鮮日報記者にワシントンのコリアウォッチャーはムンジェイン政権が親中反日若干の反米傾向を帯びていると感じていると述べている。アメリカ国務省関係者も 最近の韓国政府に対するアメリカ政府での印象はまさしくその通りだと語っている。朝鮮日報は事件に謝罪をせずに甘い処罰しかしなかった中国政府大統領が集団リンチ現場付近にいたのに中国側をかばっている。韓国政府の対応を韓国内の中国用語世論も批判している。中央日報政治部次長も韓国について限りなく 中国に寛大で時には、卑屈な姿と比較すると、決まり悪い状況だ。日本に対してするように、中国に対しても同じことができるのだろうか。できないのなら、日本にもそうするべきではない。と指摘している。文大統領の2017年12月15日に、北京大学で行った演説で、私は習近平主席から、中国の土量の大きい夢を見た、韓国も、 小さい国だが、責任ある、中堅国家としてその夢に共にするだろうと、大韓民国の大統領が、共産主義国家かつ朝鮮戦争で韓国を滅ぼそうとした中国を称えて、祖国を小さい国と卑下した。中央日報は中国は大国と褒めた,たえた、時代主義、さらに戦後に北朝鮮にて韓国石化のために朝鮮戦争で侵略した、 近日成主席側近を戦前に反日活動していたことで英雄と賛美したことで国格まで墜落させたことを非難している。2017年には THAAD 報復をした中国を提訴せずに2018年に政府ガードしたアメリカには直ちに世界貿易機関になぜ提訴したのかという質問についても韓国政府交換は提訴した場合の中国は 強硬な報復をする可能性が高く、提訴しないより、深刻な不利益をむしろ受ける、可能性があると考えたこと、法と制度によって、動くような甘い国へは強硬な姿勢は平気だが逆により、強硬な制裁措置を行う中国のような国は、怖くて逆らえないことを密かに明かしている。THAD 報復で、世界貿易機関への提訴放棄して三不一言を、行った。 韓国の中国に対しての態度を、朝鮮日報は、物乞い、サウスチャイナモーニングポストの中国は銃を一発も撃たずに韓国との THAD 戦争に勝った、AG エコノミストの命令を聞くまで犬を犬小屋に閉じ込めるように罰を与えて命令に従ったら犬小屋から出してしつけ中断を褒美と思い込ませて感謝の念を抱かせるアプローチと呼ばれた。また、 1960年代後半から1970年代にかけて東南アジアに対する日本の急速な経済進出に対する批判運動が行われた。大義語は新日、韓国などの反日男性を下半身は新日との表現がある。さらに、日本側は特定アジアの宗教的とも言える反日への壁癒から国交は仕方なく維持しても情緒上は断交する。 と距離を置こうとするのに対して北朝鮮による日本への国交正常化要求や韓国、中国の国交断絶は求めずにツートラックと称して日本から金銭的技術的支援、自国への観光誘致、文化交流を要求をしている。反日国家と強く認識して以降から旅行者が年々減少しているように遠ざかろうと反感を持つ日本人に対して 毎年増加する大量の日本への観光客や永住権、就職など反日しながら日本に近づいてくることから近づく反日と言われている。韓国に自首した元北朝鮮スパイのジョジャンファンは1974年に東亜日報のインタビューで北朝鮮政府の指令内容を暴露している。北朝鮮政府は朝鮮戦争後にまず反米世論喚起のための先導を 韓国国内で工作員や自国審判にさせたが、韓国人に効果がなかった。そのことから、新たな対韓戦略として、韓国に国民的な反日運動黒田勝博記者は、韓国の反日を理解する上で、民族主義は右派のものだから、右派の韓国人だけが、反日的な言動をするという考えを放棄しないといけないと述べている。むしろ韓国の左派は日本よりも、 北朝鮮へのシンパシーを感じるほどの韓国の右派を超える民族主義な点、民族主義批判が基本の西欧の左派とは違うことを知ることが必要だと指摘している。韓国の右派も左派同様に民族主義ながらも大韓民国という国家を民族主義より上に置いている。黒田によると韓国の右派は親米で好き嫌いは問わず、 中国には強く出れず、学ぶところはあるが日本を好まず、日本よりも北朝鮮が嫌いなのが特徴である。韓国の左派は、北朝鮮の主張する経済、安保的に依存する中国を除いた外国勢力排除に賛意を示し、李正万が始めた大韓民国よりも北朝鮮に国家の正当性があるとするほどの極度民族主義で、彼らが主体となる時のデモは、ウーハのよりも大規模化や、 長期的なのが特徴だと述べている。黒田記者はさらに日本の左派も日本の民族主義を批判するが、特に北朝鮮を支持してきたように、朝鮮半島や中国の排外的なレベルの民族主義にもシンパシーを示す特徴があるとしている。黒田は韓国の右派も左派も最近の朝鮮戦争や併合以前の歴史を忘却したように中国に接するのに日韓関係を 安保上重視すべき韓国の右派まで反日言語を行って国益を失っているとし国民の反北朝鮮感情よりも反日感情が強くなることは支持層の減少という韓国の右派にとって危機を招くことなので新米と反日は両立不可能なのに気づいていないことを批判している韓国の右派は国民に結束力を生む民族主義を近日政など北朝鮮に取られ 左派の方が民族主義が強いことで思想的背景や理論的支柱が弱く国益重視の対日言動への攻撃に迎合や逃避しているたびに言動の範囲を狭めて日韓理官勢力に攻撃の隙を与えていると述べている日本人と犬を断りと告知されている中国広州大学場内のレストラン2千七年日本国外での減少については日本、日本人 日系人、日本文化、日本製品などを排斥、非難する行為を形容することして用いられる。定大人氏は安全保障や北朝鮮、中国、新北勢力の日韓理観を警戒すべき右派の大統領や政府が人気取りで反日をしてきたことを指摘している。そのため、韓国国内が北朝鮮や中国には沈黙するが、枝浜施設で、 韓国の安保の広報支援を担ってきた日本には、韓国支援世論の激減を招くような言動をするようになっている。このように、反日自体が目的になるほど過激化が進んでいて、近日生の韓国はアメリカと日本という日本の冠の紐によって維持されており、このうち一本が切れただけでも冠が飛んでいくように、韓国は崩壊してしまうというものだ。 という冠の紐戦術が、すでに常時できる段階になってしまったと嘆いている。冠の紐戦術は、金正恩朝鮮労働党委員長の祖父である、金日成主席時代からの日米管理官のための戦略になっていてるが、日本の右派や韓国左派主導の反日に批判的な一部の在日韓国人、韓国人らは、文政権の対日姿勢から、 冠無理の紐戦術を実践しているのではと懸念と批判を表明している。アメリカのシンクタンクでは2019年に韓国の反日が日米韓安全保障にまで及んでいることにアメリカ政府内で懸念があり、日韓軍事情報協定保護破棄は日本の広報支援のために存在、維持できている在韓米軍撤退、米韓同盟破棄へつながると指摘している。朝鮮日報によると、 新北団体以外の左派団体の反日でもでも北朝鮮、中国の利益となるために北朝鮮が韓国に要求している日韓軍事情報包括保護協定破棄という主張が堂々とされるようになった。最終的に破棄されることはなかったが日米間の安全保障協力を望むアメリカ政府は破棄の動きをちらつかせる韓国に対してそのまま延長するように警告したが、 2019年8月22日に韓国政府は破棄を発表した。毎年天皇誕生日には日本大使館主催で天皇誕生日祝賀レセプションが開かれている。韓国にある在韓日本大使館でも開催されているが、大使館前で天皇の写真を燃やしたり、咲くパフォーマンスが行われている。 韓国経済新聞はハンバーガーの包み紙の赤いカニを朝日旗だとして騒ぐ韓国世論に対しては過度に誇張された内容の過度な反日言動だと批判している。朝鮮日報は2018年に韓国は日本との合意や約束を覆すことを大したことない。これまでのパターン通り時間が経てば解決するだろうと軽視する正常性バイアスに陥って日本の対韓国世論が 韓国から離れようとのムードになっていることに多くの韓国人が気づいていないと指摘している。金ヨンサム大統領の日本の証拠を叩き直してやる、金大中大統領による日本人を拉致した北朝鮮工作員の進行主を日本側の要請無視した北朝鮮総監、ロブゲン大統領の外交戦争も辞さないで、 国際社会で影響力を持つ日本による多くの韓国人が気づいていない支援中止などの対抗措置を受けたように韓国側が反日の代償を支払うことになると警告している。東亜日報は韓国人の反日と反北朝鮮はシーソーに例え片方が強まると片方が弱まると指摘している。ソウル大国際学大学院のボク教授は日本叩きしていた 金ヨンサム大統領の言動が日本の通貨支援援助拒否を招いて通貨危機に韓国が陥ったことを忘れてはならないと指摘した。韓国国内にも反日よりも北朝鮮、中国への対抗優先支持する韓国保守派の一部からは中国や北朝鮮には限りなく寒大、卑屈で反日反米長外交それを支持する同国民に批判がある。2019年に 文政権の大統領府スポークスマンであるチョグック、民政主席は日本と戦え。かて、恐れんじゃねえ、韓国政府側か新日か、愛国か理的かと政府の政策を批判する人々を、新日派、利敵だと発言や SNS に投稿するなど、韓国右派から、反日扇動者だと受けていた。チョは、感情的な反日を扇動し、政府批判勢力を、 新日の烙印を押して国民を敵味方分ける内容と指摘した国内史を売国だとさらに主張した。朝鮮日報は暴走するチョグックその背後に隠れた下心という記事でスポークスマンを務めるチョグックの発言への批判が大統領府や与党、ともに民主党から起きないことから彼らの本音だと指摘されている。その後、文大統領最側近で 親分の大統領候補である直クは法務部長官候補に指名されたが、論文投用や再利用、偽装転入、不動産投機、娘の外国語学校入学、裏口入学、奨学金受給、論文不正など数々の過去に批判してきたはずの不正がそのまま著自身に発覚して偽善者だと指摘されたが、大統領府、与党ともに民主党は擁護の姿勢を表明した。 2019年に与党ともに民主党のシンクタンクが民主研究レポートとして日韓対立は中道層にも受けが良くて2020年の総選挙にともに民主党に有利与党指導部中心に行われた第一野党自由韓国党への新日批判は与党の支持層を結集させる効果はあるが支持層を拡大させる効果は大きくないと報告していたことが判明して 大きな波紋を呼んだ自由韓国党のスポークスマンは大統領、大統領府、共に民主党が反日助長し、なぜ竹槍打だ兵だ、騒いだのか。この報告書を見るとすべてのパズルが合うと批判した。正しい政党のスポークスマンは国が滅びようが国民が死のうが総選挙だけ勝てばという発想が驚くべきだ、反日感情を作って 総選挙の材料として活用するともに民主党と批判した。民主平和党代表も共に民主党の公式謝罪が必要であり、トップを直ちに解任しなければならないと批判した。西野淳也教授は、韓国政権の言動を反日とか新日という、レッテル張りは正しくなく、よく言えば現実主義者、悪く言えば韓国国民の顔色を伺うポピュリストとして、 韓国政府の言動をすべて、反日か新日と区分する意見に反駁している。民族主義者、純潔主義者、多民族主義を否定する立場を支持する、立場の者が、反日レッテルを貼り付けていると反駁されている。元ミスユニバース、日本代表として、 宮本エリアナが選出されるすることが報道されると、宮本が日本代表のイメージに合っていないとして一部で疑念が呈する人々がいた。その後、宮本がインタビューに日本は現在他た民族の親を持つ子供たちがわずか2%を占めている圧倒的に均質な国だとして革命を起こしたい100年か200年後したら純粋な日本人なんてほとんどわずかしか残っていないと答えた。 純粋な日本人はいなくなるとの発言は反日だとして強い反発や批判が起きた。宮本は純日本人は少なくなる。革命を起こしたい。は、日本が人種的に多様な国になり、差別偏見がなくなってほしいとの意味だったと述べている。赤包帯事件では反日分子には極刑あるのみと、反抗声明に朝日新聞を反日とする表現があった。 タレントの坂上忍がテレビ番組で自民党の議員を批判した後、バズフィードによるとインターネット上に投稿された坂上忍を在日で更新教というネットスラングの架空団体所属だとする不確定な情報がウィキペディアにて編集されるなど荒らされた。秋人天皇が高麗神社に参拝した際にインターネット上で反日最悪と非難する書き込みがなされた。 反基地活動をしていたオ長ガ有にはインターネット上で反日、売国奴とする書き込みはレッテルだと批判がある。二港事件で赤軍と中国人ゲリラによって焼き落とされた日本領事館日本に対する破壊、放火、略奪を伴う抗議行動、パフォーマンス的なデモンストレーションが暴動やテロ行為に発展したこともある。首相や天皇の人型や 国旗の日照旗や朝日旗を燃やしたり踏みつけたり、するなどすることが多い。韓国では、法的には、一応公用の外国国旗を除くしたり、訪問中の外国原子を冒涜することは、刑法107条及び109条で禁止されているが、韓国の活動家は、昭和天皇や上皇明人、あるいは現職や、過去の著名な総理大臣の肖像画像、日本国旗、 曲実期に対して行われる侮辱や冒涜でもは罪に問われない。産経新聞の元中国特派員である、焼いた秋夫は、政治基盤が弱い修政権だから、毎年のように手を変えて、国民の反日感情を利用している。尖閣諸島国有化反対や、靖国神社参拝反対などの反日キャンペーンは、修政権の政治基盤が弱いからこそ言っているものだ。と述べている。 中華人民共和国は言論の自由や表現の自由が必ずしも保障されておらず、政府並びに中国共産党への抗議活動を禁じている。中国の大学学生会も政府や中国共産党の指導下に置かれており、自主的な政治活動は認められていない。冒頭化したデモ隊がたびたび他の中国人たちが保有する日本車を破壊したり、 中国人が経営する日本料理店を襲撃している。2005年の中国における反日活動、2010年尖閣諸島抗議でも、及び2012年の中国における反日活動も参照韓国では、日本の在外交換や日本企業が入っている施設に侵入し、反日デモを行う例もある。産経新聞は、違法行為も辞さない過激な反日デモには、 北朝鮮指示を標榜する団体が深く関与していると報じた。ありがとうございます。